関東とは日本の中の特定の地域、地方を指す言葉、概念である。現在では関西という言葉、概念と対比される。672年に人心の乱という日本古代で最大の内乱戦争が起き、天武天皇は翌673年に都一体を守るために、東山道に、不和関、東海道に、鈴鹿関、北陸道に、荒地関、 の3つの大きな石書を設置させたこれ以降、これらの三石よりも東側を、石の東側という意味で、関東と呼ぶ習慣が生まれたのである。関東という言葉、概念は、東国と同じような意味、響きを持っていた。律令制が構築された飛鳥時代後期、または奈良時代に、関東という概念が生まれたわけである。三関伊を指して、 関東と呼ぶ慣習は奈良時代から平安時代にかけて長らく続き平安中期に荒地関に代わって大阪関が三関に加えられたが関東の指し示す地域範囲に大きな移動はなかったこの時代天皇や天皇の居所を中心として物事は理解されていたので関東に対して中心側と理解されている近畿に対して 関西という用語、概念を当てて理解するようなことは行われていなかった。この不和関などの三関によって、人の往来は大きく遮断され、関の西側と東側でそれぞれ異なった文化、風習が生まれることになり、それは現在に至るまで残っている。一例では、食に関しては、うどんの汁は現在、関西と関東で異なっており、関東では、鰹節出しをベースに、 濃い口醤油で味付けした黒身の強い汁に対し、関西では昆布と鯖節をベースに薄口醤油で味付けした汁で色が薄い。その味がどこで変化するのかと調べると味の境目はわぜ関あたりであることが知られている。例えば日清食品は地域ごとの味を尊重して自社製品の味付けを地域の味に合わせる作戦を採用しているが、 同社の商品開発担当者は、関東の汁が関西の汁に変わる場所を正確に知ろうとして、東京駅から新幹線の各駅停車に乗り、駅を一つ一つ降りては、自分の舌と目でつゆを確かめていったところ、味が変わるのは関ヶ原駅であることを見出し、その場所の西側と東側で異なった味にして、販売することに決めたという。関ヶ原の街道沿いのうどん店には、 そこが、うどん汁の味の、天下の分け目ということを歌っている店もある。このように、この席は単なる概念的なものではなく、人の往来や文化などに、具体的に影響は残っている。こうした状況に変化が生じたのは、平安末期に、源の頼朝が、朝廷から自立した政権を樹立してからである。頼朝は、自らの政権を、紀内金国、西国方に相対する。 関東方と自称し、ほどなくして、関東の後は、頼朝政権イコール、鎌倉幕府の公式な呼称として定着し、朝廷内でも鎌倉幕府への連絡窓口として、関東模式次が設置された。鎌倉幕府成立後の、関東が示す、地域範囲は、律令以来の三関伊藤ではなく、東東海国、品濃国、越後国伊藤となったが、これはすなわち、 鎌倉幕府の支持基盤であり、かつ、鎌倉幕府が、朝廷から公認された直接統治範囲に他ならない。関東は、鎌倉幕府そのもの及び、鎌倉幕府が直接に統治権を及ぼす地域の二つを、表す語意と変化していったのである。14世紀中期に、室町幕府が成立し、鎌倉に、鎌倉久保及びその補佐役として、関東官僚が置かれると、 鎌倉久保の管轄する諸国、すなわち、奈良時代以来、万東と呼ばれてきた、相模国、武蔵国、安房国、和佐国、下兎国、日立国、上野国、下付国の8カ国に、伊豆国、海野国を加えた10カ国が、関東と認識されるようになった。14世紀末に、道の区国、出羽国が、鎌倉久保の管轄下となった後は、大羽も、 関東とされる場合もあった。14世紀成立の東鏡の記述には関西38カ国、関東28カ国という記述があり、今でいう東日本全体を指す意味でも用いられていることがわかる。徳川家康による江戸幕府の創始によって3度関東概念に変化が生じることとなった。伊豆ニラ山に設置されたニラ山大館所の管轄地域は 伊豆、相模、武蔵などに及んでいたものの、幕府が置かれた江戸を防御する箱根関、小仏関、宇水関より東の坂道八カ国が関東と呼ばれるようになっていった。幕府の公式見解によれば、奥はも関東に含むとしていたが、関八州と呼ばれたように一般的には、旧来の坂道八カ国のみが関東と認識されていき、1805年に設置された、 関東取締出役も基本的に赤八州一円地域の治安維持に当たった。成立当初の明治政府は二大山大管所に変えて二大山県を設置したものの府県統合で二大山県はほどなく廃止された。そして1876年に足柄県が廃止され足柄県の旧相模国地域が神奈川県に 旧伊豆国が静岡県に合併されることで、結果として、旧来の坂東、江戸時代の石発集が、現代の関東地方の形へと至っている。茨城県の地方銀行である、筑波銀行は、関東銀行、関東筑波銀行を、合併時が茨城銀行と合併して発足した。ありがとうございます。